P ちゃんは普段プロストックでスタッフとして働いています。しかし深夜0時を過ぎると魔導士 P ちゃんとして星占いもしているんです。毎週この番組をご覧いただき本当にありがとうございます。あなたの今週の運勢はいかがでしょうか。2021年12月27日から2022年1月2日までの1週間の占いです。この番組は毎週星2つ、星1つのちょっとだけ運気が残念な方々にあれやこれをおすすめする変な占い番組です。さて今週はクリスマスも終わり、あとは寝正月なんて言わないで海でも見に行きませんか。そんなわけで冬だからこそのサーフミュージック特集。星の数の多い星座の人ほどラッキー。星が一つの人はちょっと残念。今週蟹座の方が絶好調です。ラッキーな数字は9です。双子座の方も好調です。大晦日だ正月だと食べ過ぎ飲み過ぎの方にはディック・デイルとかのデルトーンズ作レッツゴートリッピンをおすすめします。1961年にリリースされたこの曲がサーフミュージックの原点とも言えます。当時大変なヒットをした新ジャンルの音楽でした。なぜかわからないけど楽しくなる、これこそがサーフミュージックじゃないでしょうか。そういえば若い頃はサーフボードを車のルーフに乗せて渋谷をうろうろしたな。あなたは伝説の丘サーファー。道玄坂でよくワイプアウトしたものだよ。今週のミニ天文情報。毎年2月になると国立天文台が暦陽光と呼ばれる日本の正式な暦を発表しています。暦陽光 PDF 版一覧と検索してみてください。これまでの暦陽光を PDF で全て見ることができます。ヤギ座の方は絶好調です。今週のラッキーな数字は21です。いて座の方も好調です。お年玉でお財布が軽くなって悲しい方には、現代のサーフミュージック、ジャック・ジョンソンのベター・トゥギャザーをどうぞ。おすすめはビーチボーイズじゃないのかい？あら、ジャックは素敵なのよ。ジャックはサーファーで、映画監督で、実業家もしていて、ヒゲがよく似合う、歌も素敵な46歳よ。ずいぶん押すね。あなたとは大違いね。そういえばツインサーファーってパチスロがあったな。ほんのちょっと残念なサソリ座の方には大滝栄一でナイアガラムーンをどうぞ。いやいやこの曲じゃないだろうとか、そもそもナイアガラは滝だしとか、異論もございますでしょうが、ここは一つ正月ということでお許しください。いい曲でしょう。開運ラッキーアイテムはフォークソングの CD です。そんなの思ってないよという方、だからこそのラッキーアイテムなんですよ。ナレーションはカタキンとペンペンペケゾーでした。いつまでも待っておまけその1、あの水仙金具が欲しいな、あの工具が欲しいななど、そんな時はどうします？とりあえずプロストックに電話してみる。大正解。大概のことは店舗に聞いていただければわかります。間違いない。しかし閉店後だったり、すぐに商品画像をカタログから使いたい時などは困りますね。そんな時にお役に立つのが、建材と住宅設備のカタログを電子ブック形式で一堂に集めたポータルサイト、カタラボです。すべてのカタログの PDF 形式のデータがダウンロードできます。もちろん無料です。 URL は https://www.katarabo.org/catalog/top またはカタラボで検索してみましょう。すぐに見つかります。
株式会社小泉のオフィシャルサイトのフッターあたりにもカタラボのリンクバナーがございます。お試しあれ。カタラボのご案内でした。おまけその2、ラッキーだった人もそうでなかった人も最後にもう一チャンス、一緒にじゃんけんしてね。じゃんけんに勝ってちょっとラッキーゲット。ティーちゃん、じゃんけんだよ。じゃんけんポン、チョキ。また来週。今週のペンペンペケゾー情報。今週のペケゾー情報はフォトショップカメラを使ってみよう2です。前回は11月8日アップの週間占いでこのアプリをご紹介しました。無料のアプリです。アプリ内課金ありですが気軽にご利用いただけます。このアプリは名前の通りカメラなのですが、豊富でかっこいいレンズライブラリーが売りです。レンズライブラリーを一つ選んでスナップを撮るだけでしっかりエフェクトをかけた写真が出来上がります。単調になりがちなツイッターやブログなどの SNS の写真にスパイスを効かせたい向きにもとても便利です。もちろん携帯で普通に撮った写真をこのレンズライブラリーによって後加工も可能です。要はこのフォトショップカメラのレンズライブラリーがワンタッチの画像エフェクターになっているということなんです。それではちょっと試してみましょう。1枚目の写真はちょっと汚い私のデスクの写真です。 MacBook に謎の缶詰、汚れた半透明の下敷き、その下にタンクトップ店長バッジの元絵などが転がっております。この汚いだけのデスクの写真がポップアートというレンズライブラリーを選ぶだけでこんな風に大変身します。顔に反応するレンズライブラリーもございます。例えばデスク上のあまり写りの良いとは言えない缶詰を撮ってみましょう。番組でいつもお世話になっている佐賀の江口課長こと江口信弘さんが小さく写っています。ヘルメットリミックスというレンズライブラリーを選ぶと、あら不思議、アプリが自動的に顔を探し出し江口さんの顔にヘルメットをかぶせてしまいました。オフィシャルな情報発信をするとき個人情報の保護が必要だけど、ガチガチで面白みがないのも嫌だなぁ、なんて時に使えそうですね。また、レンズライブラリーシュガーミーポップを使えば、我らのタンクトップ店長もご覧の通りです。これらのレンズライブラリーは、まだたくさんの種類があって、選ぶのが楽しくなりますよ。感覚的に操作できるアプリです。ぜひ一度、お手に取ってみてください。今週の池蔵情報でした。2021年はお世話になりました。そして2022年もよろしくお願い申し上げます。今週は電話相談室にお問い合わせがありませんでした。何でもご相談ください。タンクトップが真心を込めて応対いたします。改めて新年明けましておめでとうございます。